アスはアメリカ合衆国の政治家。民主党に所属し、連邦下院議員、連邦上院議員、国務次官を歴任。国務省では、アルゴア副大統領とともに、地球環境問題や人口問題に取り組み、地球温暖化に関する政府見解を支持した。また、京都議定書に対しての賛同を示し、温室効果ガスの排出量に法的拘束力を、 持たせるというアメリカの声明を発表した。フィリップス・エクセター・アカデミーを卒業。1961年にハーバード大学で学士号を取得。1973年にスタンフォード大学で博士号を取得。ハーバード監督委員会の委員も務めた。1961年から1967年まで陸軍予備軍に所属。彼はウィンスロー財団会長。 レン・ウィンスローと結婚し、長男クリスと長女ケルシーを設けた。リンドン・ジョンソン政権にて、1967年から1968年までホワイトハウスフェロー。リチャード・ニクソン政権にて、1969年から1970年まで教育副次官補。1974年に連邦会院議員に立候補。コロラド州のデンバー郊外地域とボルダーを含む。 選挙区において、現職候補、ドナルド・ブロツマンを下して勝利。1975年から1987年まで3期12年、連邦会院議員を務めた。在任1期目の1975年、ワースは議会において、新人の反乱と呼ばれる集団を組織し、老牛と呼ばれる古参議院たちから、委員朝食の一部を奪い取った。彼にとって2期目。 三期目の再選は困難なものであり、再選を得るために多額の資金調達を行った。ワースはノーマン・ミネタ、レオン・パネッタ、リック・ゲッパートと名優の関係を組み、彼らはギャング・オブ・フォーと呼ばれた。彼らは1982年、会員予算委員会において、党の枠組みを超えた考え方での予算編成を試みた。ワースは遠隔通信省委員会にて、 委員長を務め、音声、映像通信の業界に対して、競争をもたらすような活動を主導した。また彼は1978年のインディアン山学校野法の起草も行った。1986年、ワースは連邦上院議員に立候補。民主党内では、現職ゲイリーハートが不出馬を決めており、他の立候補者もいなかったため、ワースはそのまま本選挙に突入した。 選挙戦では、共和党、県クレマー候補を僅差で破り、当選を決めた。ワースは1987年から1993年まで一期6年、連邦上院議員を務めた。ワースは、連邦上院において、環境問題、特に地球規模の気候変動や、人口の安定化に焦点を当てた。1988年、彼は、上院エネルギー委員会において、 気候変動に関する公聴会を開催し、アメリカ航空宇宙局の大気学者、ジェームズ・オンセンに意見を求めた。ハンセンはこの公聴会において、暑い気象が地球温暖化と関係していることは99%の確率で正しいと証言した。ワースは1992年の大統領選挙において、ビル・クリントン大統領候補とアルゴア副大統領候補を支持した。 クリントンとゴアが大統領選挙に勝利するとワースは地球規模問題担当国務次官に任命された。彼は国務次官を1993年から1997年まで務めた。彼は難民、人口、環境、科学技術、人権、麻薬の分野でアメリカの外交政策を主導した。1994年、 人口と開発に関する回路会議に参加し、アメリカ代表団の団長を務めた。また気候変動枠組み条約に係る会議にて交渉を主導し、京都議定書に対して好意的に取り組んだ。ありがとうございます。